上祖壁元地下。戦場ではめちゃ強な上、一代でアホほど領地を広げ、部下からも慕われる、神君にして英雄。しかし、とある悲劇をきっかけに、狂い落ちていく悲劇が、歴史マニアたちの間で話題に。戦国もののゲームで間違いなく名前は出るんだけど、実際のところ何をやったかわからない男、上祖壁元地下。ゲームから入って、海賊な兄貴か、清潔なバンドマンのイメージを持ってる人も、多いかと思う。まず、上祖壁は、四国の土佐の黒人。他の黒人、毛利とか真田とかの例に漏れず、同じ地域に、似たような黒人がそれぞれ領地持ってて、狭い範囲での小競り合いが、ちょくちょくある、カオスな状態。そして毛利が秋野、真田が信濃の黒人のトップに立ったように、上祖壁も、土佐のトップに立った。そしてさらには、四国のトップにもなった。それを、一代で成し遂げたのが、上祖壁元親という男だ。簡単には言ったが、元親が生まれた頃の土佐は、土佐七雄と言って、上祖壁含めて、七つの家が黒人やっていて、上祖壁は、一番領土が小さかった。しかも七雄とは別に、国司の一条氏もいた。他の家の三倍くらいの領地を持つ上に、関白まで出す、エリートな公家の家系で、四国統一なんて、全然簡単な話じゃなかった。土佐のごく一部の主、土佐の主、四国の主ってことか。めきめき領土広げていくの、戦国武将っぽくていいな。ちなみに元親は、1539年生まれ。信長、秀吉、家康たちと、ほぼ同年代になる。このあたりと、年代が被ってしまったことが、後の悲劇にも、関わってくる。元親は、父親長祖壁国親の、長男として生まれた。国親は、幼少からかなりの苦労人で、6歳の時に、住んでた城が攻められて、落城。落ち延びて、15歳の頃に城に戻れるようになったら、そのまま長祖壁の家督を継いでいる。そんな国親が、35歳にして、やっと授かった長男の元親。父親として、大きく期待してた、国親だったが、子供の頃の元親は、ちょっと心配な子だった。色白で無口で、外で遊ばず、本ばっか読んでるようなめめしさに、つけられたあだ名が、姫和子。女男とか、姫みたいな若様、とかいう、悪い意味だ。これはお家の存続どころか、後継ぎにするのも危ういんじゃないかと思われてた、幼少期の元親だった。おとん夫人。これ、どうしたら四国統一できるん？そんな元親が、覚醒したのは、初陣の時。姫はこのせいかはわからないが、22歳という、かなり遅めな初陣だった。当時の元服、初陣の年齢は、人それぞれだったが、おおよそ10代までに、初陣に出るものが多かった。ともかく、弟、次男近貞20歳と共に初陣となった戦いで、元親は、いきなりかましてやった。1560年、長浜の戦い。戦いの直前、元親は、家臣の陣前自分後に向かって、こう言った。元親、ねえ、槍って使ったことないんだけど、これどうやって使うの？じゃこう。あと、僕が大将って言われたんだけど、大将ってどうしてればいいの？おう、これは、陣前寺さんは、おいおいマジかと思いながらも、優しく教えてくれました。陣前寺、まず槍はね、敵の、目や鼻を、突くようにして、使いましょうね。それから大将はね、先駆けとかして、前に出すぎないでくださいね。あ、でも、臆してちゃダメです。ビビっちゃダメなんですよ。わかった。何がわかったって言うんだ。そしていざ開戦。元親は、言われた通りに動いた。50機の配下を連れて、臆さずに次々と敵を突き崩し、挙げた飛球は70余り。自身も、騎馬武者を2人討ち取る大活躍。周囲の元親を見る目は、ガラリと変わった。若様、すげえ。おいおい、どこが姫和子だよ。鬼のごとき戦いぶり。こりゃもう、鬼和子だろ。やべえ、超かっけえ。その勢いのまま、父、国親が止めるのも聞かずに、敵の城を奪うべく、突撃する。行くぜえ、野郎ども。兄貴。城は無人だと察して、突っ込んだ元親の思惑は大当たり。見事、城を奪取。元親の初陣は、華々しすぎる戦果を挙げて終わった。信長がじわじわと打ち付け呼ばわり返上していったのに、初陣一発で姫和子返上しちゃった元親やべえな。この時戦った元山氏は、低体打撃を食らうこととなった。しかもこの後も、元親にどんどん城を奪われていくことになる。弱体化していく元山氏。勝利までもう一歩というところで、父、国親が、無念の病死。国親、元山を滅ぼせ。それが一番の供養になる。と、元親に言い残したと言われている。元山は、国親が幼い時に住んでた城を落城させた一派で、因縁があった。その恨みを晴らすため、元山家臣を調略したり、撃破したり、長浜の戦いまでにも、いくつも城を落としたりと、
もう少しでとどめを刺せるという、目前も目前まで来たところで、国近は、病に倒れてしまったのだった。そんな父の深い無念を胸に、元近は奮起する。2年後には、朝倉城を攻略し、ついに元山氏は降伏。七友のうち、高祖壁氏は、元近の弟、三男、近康が、家督を継いだため、すでに従属済み。元山氏滅亡の翌年、1563年には、別の弟、次男、近貞が、吉良氏の家督を継いだ。この結果、家督相続の3年後には、元近は、七友の半分を攻略していた。残った七友のうち、大平氏は、一条氏に滅ぼされ、秋氏は和睦を破って襲ってきたところを返り討ちにし、角氏は降伏させた後、元近の息子が養子になって、家督を相続。そして、国氏の一条氏は、土佐を追放された。しかし翌年、帰ってきた一条兼貞と、四万十川の戦いが勃発する。一条兼貞、義実家の、大友さんちの力を借りて、土佐に舞い戻ってやったわ。見とけよ、長祖壁。どうだ、一条に恩のある者たちが集まった、3500の軍勢だ。あいつの領地や城下町に、嫌がらせしてやる。ほらほら、早く兵を揃えないと、お前の領地がめちゃくちゃになるぞ。来たぞ。早っ。好き勝手してくれたな。7300の兵を連れてきてやったぞ。え、待って。嫌がらせ開始してから、3日しか経ってない。なんで、こんなに早く、そんな数の兵を集められるんだよ。これが、長祖壁の、一両具足だ。一両具足は、七国地下の代に考案され、元地下が運用を始めた、兵の動員の仕組み。平時は農民をしているが、畑の傍らに、常に一両の具足、つまり、人揃いの武器や鎧を備えていて、いざ戦いの際には、迅速に召集に応じられるという、反応反兵の組織である。戦いへの意識の高い農民、もしくは、普段は農民をやってる戦士。この頃の一般的な徴兵システムよりも、素早く、高い水準の兵士を備えられた。数で勝る長祖壁軍に、一条軍はたちまち総崩れ。土佐の覇権をかけた四万十川の戦いは、数時間で決したという。ちなみに兼貞は逃亡。初陣から15年、とうとう土佐を統一した。だがここで止まらない、四国を制覇する。春草坊、それは、どうでしょうな。まるで、夜間の蓋で、水病の蓋をしようという、大それた野望。あなたは、四国を覆える器ですか？身の程をわきまえ、土佐一国の蓋になっておきなさい。なるほど、眼蓄のある言葉だ。だが、俺は、そんな常識に、反落する。名工、元近が作る蓋は、小さく見えても四国に蓋をしてみせよう。誠実にな。土佐を統一し、いよいよ、四国統一に乗り出す元近。苦難が予想される戦いだったが、実際の苦難は、四国ではなく、まさかの、本州から襲いかかってくることとなった。そんな元近が、まずやったことは、影響力をガンガン高めてる大物、織田信長への、自信の売り込み。土佐の出来人、長祖壁元近。四国統一に乗り出す男を、どうぞよろしく。あとうちには、10歳になる、とっても賢くて可愛い長男がいます。ご高名な信長さんの名前を一字もらって元服させたいな。烏帽子親になってくださいな。戦国時代では、成人することを元服と言って、この時、烏帽子名と呼ばれる、諱名を授かる。この儀式の後見人を、烏帽子親と言い、疑似的な親子関係を得ることになる。信長、おう、鳥鳴き島のコウモリから、手紙来たぞ。光秀、何ですかそれ？鳥がいない島では、コウモリが空で我が物顔をする。他に傑物もいない四国だから、長祖壁みたいなやつでも、でかい顔できてんだろ？やめてやってください。私の一番の家臣、斎藤利光の妹が、元近殿の嫁なんですよ。私にとって、他人じゃないんですよ。親戚みたいなもんなんですよ。雑に扱わないでやってくださいな。ほーん。ま、四国は、元近の切り取り次第にしたらええじゃろ。自力で領地にしたら、それを認めてあげるってことですね。ていうか、10歳の息子、マジで評判いいな。かわいいな。養子に欲しいな。あ、烏帽子親になれば、もう一人の父親も同然か。よし、なったろ。俺の名前から一字取って、信近くんな。元近殿も、喜びますよ。こうして、信長のお墨付きと、明智光秀の同族意識を得つつ、四国統一に取り掛かる。まずは、阿波土佐抜きだ。四国統一は、当然、一筋縄ではいかない。苦戦しつつ、5年後の1580年に、やっとこ、阿波、佐抜きを制圧。ちなみに、伊予には、鴻巣といって、瀬戸内海でブイブイ言わせてる、水軍を持ち、中国地方の大大名、毛利氏の後ろ盾まで持ってる強敵がいたから、後回しにしていたと予想される。そう、土佐と違って、伊予、阿波、佐抜きには、瀬戸内海がある。九州、
中国、畿内の、水運のめちゃめちゃ重要なポイントである。天下統一を目指す信長からしたら、絶対に抑えておきたい地域だった。直接の部下でもない、いつで開花をしてくるかわかんない、ボットでの同盟相手なんかに渡しとくのが惜しくなった、の、かもしれない。長宗我部元親のさ、四国統一さ、順調じゃん。元親殿、頑張ってますね。統一成功したらさ、伊予と讃岐と、瀬戸内海がある阿波の北側は、俺のもんにしてな。今さら何言ってんですか？同盟相手ですよ。そんな無茶な要求通るわけないでしょう。通んなきゃ、攻め滅ぼしゃいいじゃん。鳥鳴き島のコウモリなんか。そうだ、滅ぼされたくなきゃ、四国の北半分差し出して家来になれ。って言ってやろうぜ。そんな。つうわけで、どうする？元近。抗う。いいおったな、攻め込んでやるからな。来年には、四国制圧用の大軍団も送り込んでやるから、覚悟しとけよ。同盟関係が破綻したことで、信長は長宗我部の討伐を決めた。信長の三男、信孝を総大将とする軍勢が来たり、本気で長宗我部を潰しに来ていた。やはり信長は強い。抗いたいところだが、部下や息子たちは守らねば。仕方がない。要求を飲むと手紙を書こう。阿波の城のいくつかから撤退して、標準の意を示そう。元近殿、辛いご決断でしたな。つまり、今警戒解いてるから殴り放題ってわけだな。信長様。もう、四国制圧軍を大阪に用意しちまってるもん。引っ込みつかねえよ。降参が遅すぎたな。ぶっ潰せるときに、ぶっ潰す。元近殿、許してください。うまく間を取り持つことが、できませんでした。信長様を止める方法は、ただ一つ。敵は、本能寺にあり。というのが、本能寺の変の動機の一つだという説もある。四国と元近が原因で本能寺が。元近が信長に標準を示した手紙の日付が、5月半ばで、本能寺の変が、6月頭。なくはない。かも、しれない。とにかく、四国へ大部隊が進行してくる直前で本能寺の変が起こり、元近は、ギリギリ危機を脱した。織田家中が大混乱で、四国に戦力を割いていられなくなったのだ。この後期に、再び元近は、四国統一を進めていく。ちなみに本能寺の変の後、山崎の戦いで、光秀と、義兄の斎藤利光が撃たれた時、利光の娘で、後に春日の局となる姪っ子を保護した、という話もあったりする。なお、この頃、元近は、四国統一を進めながらも、本州の戦いにちょくちょく首を突っ込んでいく。俺が助かったのは、光秀殿が、信長を撃ってくれたから。しかし、その光秀殿は、秀吉に撃たれてしまった。秀吉、許すまじ、という心境だったのかもしれない。賤ヶ岳の戦いも、小牧長久手の戦いも、秀吉の敵に回る形で参戦し、秀吉が四国に送り込んできた手勢を倒している。そうしてごたごたしつつも、初陣から25年後の、1885年、ついに元近は四国を統一した、という説もある。まだ北半分に所々が残っているのでは？という説もある。今回は統一完了した、ということにして話を続ける。そして、そんな四国を狙って、織田の代わりに天下を手中に収めつつある、秀吉が攻め込んでくる。秀吉、伊予と讃岐は、わしのものを。伊予を分け合って、手打ちにしようや。お前と分け合う気なんかないわ。10万の軍勢どーん。讃岐には、浮田秀栄、黒田官兵衛。伊予には、小早川隆景、吉川元長。阿波には、今回の総大将で、秀吉の弟の、橋場秀長と、甥の秀次。秀吉勢力の中心部を担う、スターチームで襲いかかってきたから、これまでとは比べ物にならないピンチが訪れた。谷忠澄、元近様、これ無理です、降参しましょう。戦いもせずに、何言ってやがる。腹切るかてめえ。秀吉相手に気に食わないとは思いますが、兵力差だけでなく、武具の質も、馬のサイズも、兵の連動も、何一つ勝ててませんよ。意地になっても現実は変わりません。どうかご決断ください。重臣たちの説得に応じて、元近は、秀長の停戦条件を飲んで、降伏することになった。豊臣の家臣となって、戦いに参加すること。四国の、土佐以外の三国を差し出すこと。息子の一人を、人質として差し出すこと。家康とは仲良くしないこと、などを約束した。悲願の四国統一を果たすも中央勢力の横槍に土佐以外の国を奪われた元近。しかし彼の不幸は、これにとどまらなかった。その後、秀吉家臣として参加した、九州征伐、辟易川の戦いで、人生最大の悲劇が、元近を襲う。ウース、指揮官の、戦国秀久。聞きたくなかったけど来てやったぜ。信近、よろしくです。戦国、長宗我部か。賤ヶ岳の時も、四国征伐の時も、敵として顔を合わせたな。
ああ、いまいちパッとしてないくせに、まんまとさぬきもらった、タナボタくんだったな。俺が切り取ったもんなのに、この泥棒。ああそうだ。秀吉様のご期待に応えるために、俺には、派手な手柄がいるんだ。この戦いで、手柄をあげるんだ。鶴ヶ城を守るんだ。強引に川を渡ってでも、島津を撃つんだ。ついてこい、長祖壁。待て待て。マジか？これ、死にましたよ父上。血のりを見るに、川を渡るなんて、自分から罠に飛び込むようなもんですよ。文武に優れ、聡明な武将に育っていた信親の読み通り、最初に突っ込んだ戦国は、早々に敗走。元親と信親は、敵の猛攻にさらされる羽目になり、撤退を決めるも、敵の攻撃は凄まじい。親子は戦場で離れ離れになってしまい、元親は、命からがら退却できた。しかし、信親は、物言わぬ遺体となって戻ってきた。享年22歳。これは、初陣の元親と同い年。早すぎる死だった。大事にしてきた信親の死で、メンタルに深いダメージを負った、元親。これ以降の元親には、気功や強行が目立つようになる。家臣、信親様が亡くなられたからには、他の方を後継者に指名せねばなりません。誰にされますか？やだやだ。後継ぎは、信親だもん。元親様。じゃあ、森親。森親様は、四男じゃないですか。さすがに、次男や三男を差し置いて、まだ13歳の森親様では、反対する者が多いと思いますよ。信親じゃないなら、誰でも同じだもん。他の子は、竹の家督継いでるから、別にいいんだもん。森親は、一番、信親に似てるもん。後継ぎを、信親の娘と結婚させれば、実質信親が後継ぎという、超高度なひらめきを実現させるためにも、娘ちゃんと、年の近い、森親がいいんだもん。文句言ってくる奴は腹きれい。信親ロスがひどすぎる。こんな気候もある。秀吉から、橋場の名字、もらいました。出された饅頭をみんなで分けるべく、テイクアウトしようとしたら、なんか気に入られて、その場の饅頭、全部もらいました。普段お世話になってる秀吉様に、お礼として、クジラ丸ごと一頭送ります。森親、なんでだよ親父。裏ドワンに迷い込んできたの、捕まえたった。驚かしてやろうぜ。ところで、森親。お父さん今でこそ何もかもどうでもよくなっちゃったけど、昔は、土佐どころか四国も統一しちゃう、清潔な戦国武将だったわけよ。今は見る影もねえよな。本州の有名な武将で、有名な文国法出してるやつ、いっぱいいるんだって。長祖壁も、文国法の制定しようぜ。一緒に作ろう。それはいいな。作ろう作ろう。作ってみたら、なんかめちゃめちゃ長くなったな。百箇条あるぞ百箇条。長祖壁百箇条。いいんじゃねえの？目立つぜこれは。よし、じゃあ発布するぜ。長祖壁元親百箇条。自分の名前入れちゃったよこの人。しかしだな、森親。お父さんやっぱこのところ頭の具合だけじゃなく体の具合も悪いわ。病気全然治んない。ぼちぼち死にそうだから遺言残すね。マジかよ親父。ちなみに、これが一番大事なんだが、お父さんの遺体は、天保寺に葬ってくれ。絶対だぞ。絶対に、信親と同じ、天保寺だぞ。わかったよ。本当に信親兄貴大好きだな。じゃあ、森親よ。多分、来年あたり、日本を二分する戦いが起き、お前は、負け馬に乗ってしまった挙句に領地を失い。結果、土佐の地元民のみんなは、明治まで不遇を強いられることとなり。お前は、さらに15年後の戦いで、ワンチャンかけてもっかい負け馬に乗ってしまい、ちょっと歴史に名を残しながらも優勢のように命を落とし、長祖壁家は滅びるだろうが、元気に生きろよ。何？その演技でもねえ予言。元親が病死したのは1599年、土佐の出来人として輝いてた頃に比べて、家臣を中殺したり、息子たちが次々と亡くなったりと、かつての英雄の最後はとても悲しいものだった。長祖壁元親が大河になれない理由は、この晩年の悲惨さで、年末に後味が悪くなるからだって説がある。晩年ひどいのは秀吉も一緒だろ。秀吉が大河になれてんだから、元親もワンチャンあるって。信親死ななかったら、何か変わっただろうか。毛利がまだ強かった頃に、信長が天下に近いと踏んで、そっちに挨拶してるから、大勢を見る力はあったろうな。冷静な元親がアドバイスして、家を継いだ信親が、関ヶ原で徳川方に味方するみたいな、意図はあるかもしれない。そしたら、四国から豊臣派を追い出して、徳川の家臣として、四国を統一したかもしれない。大阪の陣も、徳川方として参加して、江戸時代に四国を治める大名として、長祖壁が残ったかもしれない。夢が、広がるな。信親、なんで死んじまったん？それ、元親が一番思ってるから。本日はここまで。他にも、元親のエピソードを知っていたらぜひ教えてね。最後までご視聴ありがとうございました。